東川徳次から1938年は、戦前日本の中国法制史学者、臨時台湾休館調査会補助委員、法制大学講師、東北帝国大学附属図書館事務職宅、大町慶月と信仰があった。明治3年3月16日都佐国に生まれた。1881年小学校を卒業して、佐川村に移り、 佐川中学文校に入学した。1883年廃校後、伊藤蘭林、山本宇斎に漢学を学んだ。1886年高知に出て、奥宮教法、松下武重に計画を学んだ。1888年大阪に出て、梅清志所塾で、山本倍外に古文字学、英学、数学を学び、1889年塾長となった。 また、藤沢南岳、菊池山系に、経学、私文、関西法律学校で法律を学んだ。1892年鹿児島に私塾を開き、漢学を教えた。1893年、岐阜市半中学補充学校教助となり、漢学、歴史、作文を担当し、野村党員に、漢文法、前田棒に英学を学んだ。 1894年佐川村に帰郷して、私塾を開き、漢学その他を教えた。1897年台湾総督府報告等、国語練習所女教諭となり、日本語を教えた。1898年仙台に移って、近見清美宮城県知事官房秘書係となり、1899年、三陸解消誌を編集した。1900年帰郷し、 10月頃から、富士新聞論説欄を担当しながら、和仏法律学校校外生として、法律を学んだ。1901年7月頃、根室に移り、根室自治新聞出筆を務めた。1903年帰郷し、法政大学校外生となった。官学の素養を生かせる職を求めたところ、1904年6月、梅健次郎の推薦で、 臨時台湾休館調査会第一部に採用され、岡松三太郎の下で、中国、台湾の親族法を実地調査し、台湾司法を編纂した。1907年6月30日京都、帝国大学法科大学内臨時台湾、休館調査会行政科嘱託、1911年2月23日補助委員となり、申告行政法第五巻第三編を担当した。 1915年5月31日解任されて帰郷した。1916年総督府の命で福建省の教育、宗教を調査すると同時に品法制辞典編纂に取り組んだ。1917年頃法制大学講師となり継承抗議した。1919年3月台湾に出張して調査報告を行った。 1921年3月仙台に単身赴任し、岡松三太郎の推薦で、東北帝国大学附属図書館事務職宅となり、法文学部設置に向けて仮の文庫、長谷川文庫を整理し、解説後も蔵書整理に当たった。この頃じた、手が不自由となった。1932年1月31日法文学部講師となるも、3月10日辞職し、 11月1日図書、業務も解かれて帰郷した。1933年名古屋に転居し、1938年港区伊新町田が両裏で死去した。生涯進行した大町慶月は、いとこともいい、1903年その弟子、田中幸太郎を牛込区天神町の自宅に滞在させたり、1918年アルコール中毒となった慶月を入院させた。 ありがとうございます。